綺麗にお手入れしないと売り物にならないからね。まあ基本は不要品だしね。ホコリだらけとか当たり前だね。クリンクリンしないとね。お任せ、お掃除魔法でクリンクリン。リリーの生クリンクリンいただきました。ブーライト。リリアちゃん、夏くんがおかしくなるからそれはここでは禁止ね。はい、鈴原先輩。もう鈴原先輩以外の人の前ではリリーはやりません。あそんな、アクレイト。男子、ちょっと力仕事してくれる？廊下の山の移動お願い。力仕事なら任せてください。夏くん、行こう。スズムンってああ見えて力持ちだよね。庭で毎日修行してる成果ですね。もうバシンバシン。かっこいいです。修行って何ですか？袴姿になってね、藁を巻いた木の幹にパンチパンチなんだよ。袴姿とかすっごい見てみたいです。リリアンってスズムン萌えなわけ？いや、そんなわけじゃないです。っていうかさ、スズムン来てから明らかに部活来る回数多くなったよね。前は誘ってもお稽古で忙しい忙しいだったのにさ。それ言ったらチコチーだってずいぶん部活作るようになったよね。うん、春宮先輩もわっかりやすいですね。まあ確かにスズムンって可愛いしクールだし、それでいて頼もしいし、ちょっと気になっちゃう男子だよね。わかります。スズ原先輩ってどこか他の男子と違うんですよね。あははは、アツタ君が賑やかだから余計そう感じちゃうかもね。暑苦しいアツタ君がいるからスズムンの涼しさが際立つ。でもさ、いいの？グラファイだっけ？芸能人って恋愛禁止じゃないの？恋愛じゃないです、尊敬とか親愛です。ヒカチーだってスズムンとは親戚関係なんでしょ？いとこ同士は結婚できないんじゃなかったっけ？スズムとはもっと浸透が離れてるから結婚ももう満たいたい。あ、じゃなくて別に私はスズムにそういう感情は。へえ、お二人ともそうなんだね。ならよかった。男子とかはあんまり興味がないオイラなんだけどさ、スズムだけは気になっちゃって。二人が恋愛対象じゃないっていうならオイラが先にお手つきしちゃおっかな。あ、すみません、手が滑って拭いていたツボが。私は足が滑って肘が先輩の溝落ちに。
お疲れ様。いよいよバザー本番も来週となりました。バザーだけでいいのにな。なんで変なのまで引き受けちゃうんだか。社会地域奉仕貢献部だからじゃないでしょうか。でもお泊まり会がちょっぴりワクワクだね。俺の場合はむしろ家からの方が近いんだがな。そうだね。夏くんの場合家が会場の真ん中も同然だね。こんな仕事まで引き受けちゃうんだか。シャラップ。地域に貢献、シャチホコブって素晴らしい。顧問は一体誰かしら。私、シヤホヤ。グレイトなほど先生の私利私欲全開だぜ。こういう素直なとこ見習いたいよね。褒めてもらえることを期待しての奉仕だっていけないことじゃないと思うよ。そうそう、やらない善よりやる偽善ってね。人間、褒められることを期待しなきゃ何事もやる気出ませんしね。布川さんはマスク着用でバザーの準備のお手伝いをお願いね。芸能人だからね、目立つ仕事はできないよね。ステージ以外でマジカルリリーをストーキングする不届き野郎は俺のグレートナックルでぶちのめしてやるぜ。グレートナックルって呼び出しコスト3のカードだっけ。そうだぜ、スサラ。お前は覚えるのが早いな。さすがはグレートな男。自転車を止めようとする人にグレートナックルしちゃダメだからね。早朝の仕事に備えて前夜はお泊まり会を決行して親睦も深めちゃいましょう。カレーって決まってるね。ああ、いいよね、カレー。グッズグッズ、ハッピーハッピー。ちょっと、
女子力的にどうかと思います。せっかく男子がいるんですよ。ここで料理の腕を見せなくてどうするんですか。カレーって女子力ないかな。レトルトじゃなくてもちょっとポイントは低いんじゃないかと。ほんじゃあリディアンは何を作る。まあ和洋どっちで攻めるかですが、和風なら渋く煮物系で、洋風なら手ごねハンバーグとか定番かと。おお、家庭的でポイントがアップアップっぽい。男子は綺麗なのより家庭的なのが好きだそうだからね。お主やるの。一応小学校の時にお料理教室に通ってましたんで。ほんじゃリリアンが料理担当、オイラは配膳担当ってことで一つ。構いませんけど、男子のポイント私が全部独り占めですよ。私的には鈴原先輩にアピールできるチャンスなのでありがたいですけど。却下。オイラにも見せ場のある料理じゃないと部長権限で否決する。食べたいものなんてどうせ大したもんじゃないと思うよ。スズム、好きな食べ物とかってある？何でも好きだよ。出ましたね、女泣かせの一言。嫌いなものはある？ないですよ、何でも感謝して食べます。セロリとかピーマンでも平気なわけ？うん。さすがはスサラ、好き嫌いがねえとはグレイトな男だぜ。もっと待て、その攻撃に俺の計略カードグレート台風が発動だ。あ、やられた。夏くんは強いな。ちょっと男子、カードゲームで遊んでないで。なんでも好きじゃ参考にならないね。質問の仕方を変えたらいいと思います。鈴原先輩、お嫁さんにするならどんなタイプの女性が好きですか？俺は俺の暑さについてこられる熱い女がいいぜ。夏よお兄ちゃんらしいね。でもリリー、暑いのは苦手なの。ノー、アイムグレート。身の丈に合った普通の子でいいよ。どんな人であっても生涯を共に過ごしたいと誓い合えたならきっと素敵だと思うから。普通の子というのは家庭的な庶民的な女の子という解釈でよろしいですか？まあそういうことなのかな。スズムは家庭的な女の子が好み。つまり肉じゃがとか焼き鮭とかそういうのが好きってことかね。なるほど、傾向はわかりました。先輩の、ここは一つ勝負としませんか？勝負って、まさか3人でそれぞれおかずを1品ずつ作るとか。そうです、鈴原先輩に誰のおかずが一番美味しかったか決めてもらいます。勝ったら何かあんの？お泊まり会当日、満天の星空の下、先輩と2人きりで屋上デートをお膳立てってのはいかがです？うわー、リリアちゃんってばむっちゃ大胆で私真っ赤真っ赤だ。おいこら、
ゃないです、親愛です。それに二人きりだからこそ話せることってあると思うんです。私は芸能人クルス・リリアとして体制するにはどうすればいいか、鈴原先輩にご指導をいただきたいので。二人きりで？おほん、大胆。イベントは待つものじゃなく作るものです。面倒でしたら先輩方は危険でも結構ですよ。やっちゃる。身の危険に敵前逃亡の二次はない。四次だと思うな。上等ですね。参考までに見延先輩の得意料理は？カップラーメンは時計を見なくてもぴったり3分がわかるのだ。なるほど、勝負当日まで実力は明かさないというわけですね。多分違うと思うな。春宮先輩は勝負します？危険心です。ん？私実は春宮先輩にはちょっと嫉妬しておりまして、ただ親戚関係というだけで鈴原先輩のことをスズムスズムとファーストネームで呼んでいるのが悔しいんです。最近は慣れたけど、オイラも最初はこの二人付き合ってんのかなって思ったね。遠縁だけど親戚だし、そこは気さくに。その裏山けしからんというやつです。なので勝負を棄権するというなら、鈴原先輩のことは今後スズムと呼び捨てにするのを禁止にします。ぎこち、勝負しなよ。オイラもするんだからさ。確か花嫁修行中とか前に言ってなかった？うん、私素敵なお嫁さんになるために修行中。ならば勝負を逃げる道理はありませんね。勝負してください、春宮先輩。鈴原先輩を呼び捨てにできる権利かけてもらいますよ。上等だ。その勝負受けて立ってやる。はい男子、ゲーム中断。こっち向いて。お泊まり会の夕食はありました。お、そりゃ一体どんなメニューなんだ？当日のお楽しみにってことかな。そういうことです。おかず3品は私たちが担当します。男子はご飯とお味噌汁が担当だよ。任せろ、その程度だったら朝飯前だぜ。僕もおかずが作りたかったな。すすはら先輩にはおかずの優劣を決めるという重要な仕事がありますので。というわけで女子一同正々堂々頑張るよ。おいらも身延県の郷土料理を見せてやる。私も全力でいきますので恨みっこなしですよ先輩。私も負けない。力低いのがスズムにバレちゃうかも。というかスズムのことスズムって
もう呼べなくなっちゃうの？なんかすごくやだやだだよ。ちゃんの方がずっと大人に見えるよね。まあ確かに鈴間はちょっぴり素敵だもんね。タイプな子がいてもおかしくはないか。素敵な家庭を築けそうだよね。いいから跳ねてみろって。本当にお金持ってないです。聞いてねえって。いいから跳ねてみろっつってんだよ。ほら、厨房、そういうのかっこ悪いからやめな。
いいからポケットの中身全部出せよ。出せっつってんだよ。あれでで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 。何しやがんだこの穴。小学生一人に図体でかいのが何人もで何やってんだか。一人で遊びに行けなくなっちゃうかもよ。んだてめえは女だからって調子こいてんじゃねえぞ。あんたひどい言葉遣いだね。制服見てわかんない。私年上だよ。目上に対する礼儀もないわけ。だから何ですか、すすこうのお姉ちゃんよ。の味方気取りっすか。威勢いいっすね。カツアゲなんて真似ダサいからマジでやめな。そういうことして気がってるとこの辺島にしてる怖い人たちに目つけられるよ。そういうの俺ら全然平気っすから。俺の姉貴血まみれ天女の親衛隊なんすけど。お姉さんすすこっすよね。すすこにも血まみれ天女の人結構いるっすよ。あんま調子こいてんといじめられちゃうんじゃないっすか。お姉さん、俺たちと仲良くなりましょうよ。ねえねえ、お姉さんのおごりでカラオケ行きましょうよ。お姉さんさ、結構可愛いじゃん。彼氏とかいんの？高校にもなってリボンつけちゃうとか超狙ってんじゃん。男推しアピールしちゃってんの？うつむいちゃってどうしたの？怖くて失禁しちゃった？人がおとなしくしてりゃ調子こいてんじゃねえぞクソガキめら。祭るぞこら、てめえら血祭りにされてやかこら。なんだこの雨、わけわかんねえ。ん、誰が雨だ。目上にどういう口聞いてんだ。こら！姉貴、助けてくれよ！おいおい、何やってんだよ、ダッセーな。このツスコの女がよ、調子乗ってんだよ。うちの弟が世話になってんじゃねえか。
お前クラスどこよ。まつるぞこれ。うちの姉貴はよ、血まみれ天女の親衛隊なんだぜ。ぶち切れるとマジやべえんだぜ。土下座しろや。そしてちびりながらカラオケ代をおごりやがれ。マキコさん。誰だおめえ。ジュアース。そんな可愛い格好してるからわかりませんした。んだこら、似合ってねえから。まつるぞこら。とんでもないっす。超可愛いです。超似合ってますな。似合ってます。さっき私のリボン超狙ってるとか言ったガキ、誰だこら。血祭りにされてやがこら。まみれ天女、初代特攻隊長のバキコさんだよ。バキコって血まつりバキコ、あの女がマジで。お前ら何やんちゃしたのか知らないけど、血の雨も降らずに堪忍してもらえたの、マジで感謝した方がいいぞ。
私を温かくスルーしてくれた両親には感謝感謝だね。何？してるの？物心がついた時にはもうやってた気がするな。それって小学校より前からってこと？うん、もちろん年相応な内容だったけれどね。なるほどね。スズムの強さは貴重一石じゃないわけだね。何かあったの？スズムの言ってたさ、普通の子ってやつ。ん？ほら、スズ
鈴夢が結婚したいと思う女の子のこと。もしもだよ。うん。スズムの理想と違う。普通に至らない子が告白してきたらどうする？普通に至らない子ってどういう意味？つまり、ごめんね、今の質問なし。フォーゲットフォーゲットで。キコちゃんは異性と付き合ったことってある？え？ないよ。全然ない。一度もない。僕もないよ。だから経験も修行もゼロなんだ。人を愛して結ばれて、そして幸せになるのにも技量がいるんじゃないかなって思うことがあるんだ。愛する技量って変な言い方。友達同士だってさ、気遣いってあるよね。だからいつまでも仲良くいられる、親しい仲だからってそれにあぐらをかいてたら喧嘩にもなるし、友情だって終わることもある。だから僕たちはたくさんの友達と交流して、それを学んできたんじゃないかな。それと恋人同士も同じだっていうわけ？うん。だから僕は、もし女の子に告白を受けたら付き合ってみたいなって思う。そうすることでお互い恋の育み方が学べると思うし、人間も深まると思うんだ。ひょっとしたら相性が合わなくて別れてしまうこともあるかもしれないけど、二人はとても大切な経験を得て次につないでいけると思うよ。スズムの恋愛感ってすごいね。そうかな。キコちゃんが言うならそうかもしれないね。何？私がさ、その恋の勉強のために、その
大丈夫？しっかり。進む。大丈夫だよ。もう何も怖くないよ。怖いのは僕が追い払ったから。ありがとう、スズマ。ありがとう。嫌な夢だったみたいだね。私、夢見の悪い方みたいで、ぼんやりしてる時とかにもよく気持ち悪い夢を見たりするの。最近はそれほどでもなかったんだけど、久しぶりに特盛り級のを見た気がする。どんな夢を見てたの？楽しいものじゃないなら、それが一番じゃないかな。そうだね。どうしたの？スズム、なんで私の部屋にいるの？うん、僕も寝てたんだけど、キコちゃんの部屋から叫び声が聞こえて。うちのアパート、壁が薄いしね。ノックしたんだけど気づいてくれなくて。おじさんたちの部屋もノックしたんだけど、こっちもダメで。ひょっとしたら窓の鍵が開いてるかなって思って。おかげでキコちゃんを起こしてあげることができたんだ。さすがに僕も寝巻きじゃ失礼だと思ったんで、ちゃんと着替えてきたんだ。見た。何を？見たよね、私の部屋。すごいね。泥棒に押し入られたのかと思ったし、病気や怪我かもしれなかったし。でも女の子の部屋だよ、乙女の聖域だよ、秘密の花園だよ。なんか、ごめん。
は履いてないよ。そういうボケはいいんだよ。こら、まつるぞ、こら。痛いよ、キコちゃん。私の心の痛みはそんなもんじゃねえ。謝れ、謝罪しろ。私はスズメのお嫁さんにしろ。落ち着いてよ、キコちゃん。苦しい。てめえを思って眠れない夜を過ごした私の苦しみより大したことはねえ。どういうこと？私がてめえを好きだからに決まってんだろうが、ゴラちゃん、こんなだった私だけど、可愛いお嫁さんになりたいの。私、スズマのお嫁さんになりたいの。スズマの望むような女の子にはまだ程遠いけど、悪いところは直すし、スズムが気に入るようにいっぱい頑張るから。それは僕も同じだよ。今の僕じゃ、仮にキコちゃんと結婚したとしても幸せにできる自信なんてないよ。だからだから二人で一緒に勉強していこう。それってどういう意味？さすがにキコちゃんを僕のお嫁さんにするなんて約束はまだできないよ。だって僕はまだ未熟だから、キコちゃんを幸せにできる自信がない。でもそれはキコちゃんも同じでしょ。だったら二人が互いを幸せにできるかどうか試して、そして学び合わなきゃ。その上で二人が結婚に値するという結論に至ったなら、それでいいんじゃないかな。よくわかんない。私バカだから、スズムが何を言ってるのかわかんない。ごめんね。僕も実は何を言ってるのかちょっと分かんなくなってる。私が進むのお嫁さんにふさわしいかどうか自信はないけれど、どうか私とお付き合いしてください。悪いところがあったら直します。いいところがあったら頑張ります。だから進むの望む女の子になれたら、私を進むのお嫁さんにしてください。僕こそ、僕はきっとキコちゃんが期待するほどの立派な男じゃない。だから悪いところがあったら直すし、いいところがあったら伸ばしたい。
それを確かめ合い、直し合い、その上でまだ僕がキコちゃんのお婿さんにふさわしいと思ってくれたなら、その時お互いを運命に委ねよう。なんでそんなに落ち着いてるの？ひょっとして告白されたこと結構ある？そんなわけないよ。ほら、手のひらはびっしょりだよ。僕の悩みなんだよ。緊張したり焦ったりしてても誰も信じてくれないんだ。女の子とお付き合いなんかしたことがないから、どうすればいいかわからないけど。ご安心メサレイ、私もだよ。なんだろう、その、頑張ろう。えい、えい、おう。じゃあ、お夕食は期待してるわね。先生はちょっと野球部の休館対応に行ってくるわ。そろそろお夕飯の支度だね。お互い恨みっこなしだよ。はい、すすはら先輩、あつた先輩、ご傾注願います。女子は家庭科室を使いますので、先輩方は申し訳ありませんが、宿直室で炊飯器の準備をお願いします。オイラたちが料理をするところは見ちゃダメなのだ。誰が作ったかがわからない状態で、先輩に一番おいしいと思ったおかずを選んでもらいます。私も頑張る頑張る。じゃあ俺と笹原は宿直室で飯を炊こうぜ。腕が鳴るぜ。炊飯器でご飯を炊くのに腕が鳴るもないもんだけどね。じゃあ夏くん、僕たちもできる限り頑張ろう。ノー！
ではルールを再確認しておきます。オイラたちは青春真っ只中、一人の男子をめぐって大バトルなのだ。勝者は鈴原先輩と今夜屋上で二人きりのデートを、敗者はそのお膳立てに協力していただきます。よろしいですね。の、望むところだ。私たち3人でそれぞれ一品ずつを作り、鈴原先輩にどれが一番美味しかったかを決めてもらいます。どれも同じくらい美味しいって言ったら、その時は副審判のナッチーの出番さ。アツタ先輩はそういうとこはきっちり白黒つけてくださるでしょうからね。確かにアツタ君ならそうだね。春宮先輩が負けた時には鈴原先輩のことは以後スズムと呼ぶのは禁止ですからね。私が勝った時は二人はスズムと二人きりで会うの今後禁止ね。だってリリアちゃんは芸能人としての指導を受けたいんでしょ。二人きりじゃなくても問題ないよね。まあそうですね。みなべ先輩もね、部活で会う以外はスズムと会うの禁止。ひこちぃさ、先週とずいぶん態度変わったね。え、そうかな。そういえばそうですね、先週はどちらかというと日和見な感じだったのに、今日はやる気満々で鈴原先輩を勝ち取ってやるっていう闘志を感じます。わかっちゃったぞ。オイラたちにスズムも取られるかもって思ったら、短すぎて気づかなかったスズムへの思いに気づいちゃったんだな。ぎっくりなるほど。でもそういう潔さ敬服しますよ。そうでなくっては。知れないし、麻婆豆腐もありえますね。そぼろを作れば応用も効きますし。リリアちゃんは牛肉？豚肉です。この大きさで牛肉だったら予算オーバーしちゃいますよ。おやおや、豚肉かぶりだね。オイラはお魚なのだ。みのべ先輩すごい。お魚おろせるんですか？おろせるわけないし。そんなんスーパーの鮮魚コーナーで頼むだけだよ。おや、柵にしたんですか？お刺身を切るのって結構腕がいますよ。そこは計算づくなのだ。Thank you.
私もトエちゃんももうお腹がグーグーよ。き、黒髪さんも来てくれたんだ。6時間遅刻した。まあ岩井本神社からここまでは飛行機でもそのくらいかかるしね。万一アツタ先輩でも判定ができなかった場合は、先生と黒髪先輩にも判定してもらいましょう。料理対決なんですって。乙女のプライドがぶつかり合っちゃうわね。それで最終的な判断は男子が決めるのね。男子に認められない女子力なんて意味ないしね。誰がスズムのハートをわしづかみにしちゃうか勝負なんです。男子が来る前にさらっと先生に好評をいただきたいです。あらあら、春宮さんは乙女の定番の手作りハンバーグね。うん、可愛らしい。スペードが書いてある。あ、それは逆、ハートです。定番中の定番ね。私の時代の男の子だったら一頃かしら。今時ハートの絵描きなんて珍しくもないけどね。このハートがどこまで通用するかが勝負を決めそうね。男子は見え見えでもそういうのに弱いですからね。スペード黒石。みなべさんの渋いわね。お酒も合いそう。マグロのお刺身と山芋のとろろに刻み海苔にオクラをスライスしたものね。飲み屋のお料理みたい。なんとでも言ってもらいましょう。なるほど、この料理はまだ未完成というわけですね。さすがはリリアン、見抜いてきたね。どういうこと？男の子はね、どんぶり飯が大好きなのさ。つまりこれはお刺身ではなく、なるほど、どんぶりご飯にのせて鉄火丼になるのね。簡単に作れて美味しくて男子大好き。これが美濃部県の料理の神髄さ。やりますね。男子はどんぶりご飯が大好き。それを読んでくるとは。お刺身の不揃いな感じが実にあざとくて憎いわね。なるほど、手作り感を出すためにわざと策をですか。これは男子は一頃かもですね。リリアちゃんのもすごいね。いい匂い。私は甘く味付けしたカツトジです。そしてそれを熱々ご飯の上にどっさり乗せると、はい、カツ丼の出来上がりです。お肉大好き、どんぶりご飯大好き、そんなお腹を空かせた男子高校生が大喜びするメニューです。やるね。リリアもどんぶり作戦できたか。まあ勝とうと策を練れば当然の結果ですけれどね。これは甲乙がつけがたい勝負になるわ。魚と肉の好みの勝負になるわね。
お待たせー、グレートなのが到着したぜ。はあ、すっごいいい匂いだね。さあ、配膳だぜ。俺とスサラのグレートさにひれ伏しやがれ。みんなに驚いてもらえるといいな。ご飯炊くだけで大げさだね。炊飯器で美味しくご飯を炊くのもちょっとしたコツとかありますし。お味噌汁も男子の担当だったかしら。そっちも楽しみね。スズムがお味噌汁を作ったの？僕と夏くんの合作だよ。お互い頑張ったんだ。それにしてもスズハラ、さすがはグレートな男。正直なところ、料理の腕で俺にかなう男がいるとは思わなかったぜ。ただの白いご飯とお味噌汁で、随分と熱血だね。あ？誰がただのご飯だって？ただご飯とお味噌汁を作るだけじゃつまらないと思って。なになに？素敵な配膳台車が入ってきたわよ。俺とススハラのグレートブラザーズプレゼンツ、くらってくたばれグレートディナーショータイム。まエスニックな香辛料の匂いは。じゃーん、具沢山、そして刺激的、名付けてメンズドリーム誘惑のカレーピラフだ。合わせてインド風の野菜スープも作ってみたんだ。ほら、こっちも具沢山なんだよ。はあ、これは驚いたわ。ススハラ君はなんだか料理ができそうなオーラがあったけど、ね、あつたお兄ちゃんって料理できたんだね。自宅、お惣菜屋だったっけ。熱々お惣菜の熱田惣菜店の跡取り息子、熱田夏也、ここに見参。俺はただ惣菜店を継ぐだけのつもりはないぜ。揚げる、焼く、蒸すの全てを極めるのさ。すごいよね。将来の夢は創作料理のレストランなんだって。いやいや、スサラもグレートだったぜ。料理のイロハを知り楽しもうというその心、グレートだったぜ。お料理とか好きなんだ。夏くんの手伝いができてよかったよ。私たちの勝負は何だったんだろうね。オイラ、お腹ペコペコでバカらしくなってきたよ。熱田お兄ちゃんってすごいね。あ、リリー転んじゃった。たちが普通に白いご飯を炊いてくるのを期待してたんだね。ううん、いいのいいの。だってハンバーグの私はラッキーだったし。
ハンバーグとピラフは相性最強だよな。だがケチャップはもっとかけてた方が豪快だぜ。あ、せっかくハート書いたのに。ハート、かわいいね。こういうのって真心がこもってるって感じがする。ありがとう、スズム。本当に美味しいわ。美味しくて満腹、太っちゃう。マシュマロ系美魔女爆誕。どれも美味しい。カツトジの上にとろろかけてマグロと一緒に食べるの？美味しい。白いご飯で食べたかった。あ、またリリーのフォークが滑っちゃった。グーレイト！
僕とキコちゃんが付き合うことになったって。わかってるじゃん。わざわざ言うことかな。言うことなのじゃないと、スズムがまだフリーだと思って言い寄ってくることが現れるかもしれないでしょ。そんな子いないと思うけどな。お願いスズム、こういうことははっきりさせたいの。みんなの前で堂々と発表できて初めて認められると思うの。まあキコちゃんがいいならいいと思うよ。おい、鈴原のターンだぜ。おばん、黒髪さん、帰る前にちょっといい？なんだなんだ、どうしたってんだ。私、春宮椿子と鈴原すずむは あんたたち、いつからそういうことになってたの？先週、私から告って。それって、料理勝負しようって決めた、先週の日曜日のことですか？うん。なんか、フェアじゃないな。そうですよね。春宮先輩、フェアじゃないです。私たち公平に対決しようって決めましたよね。なのに春宮先輩、あっさり抜け駆けしたってわけなんですよね。感じ悪いよ。私たちの気持ち分かってたでしょ。あの日私たち素直に言ったもん。言ったって、だって美濃部先輩は茶化したような言い方だったし、リリアちゃんだって恋愛じゃなくて親愛だって言ってたじゃん。あ、そうですか。そういう態度ですか。すっとぼけたふりしてなかなかやってくれますね。オイラも見誤ったよ。そういう子だとは思わなかった。やめようよ。どうしたのみんな。マジになりすぎだぜ。青春の1ページじゃねえかよ。それは確かにフェアじゃないって言い方はあるかも。でもさ、別に告っちゃいけないなんてルール決めなかったでしょ。なら恋愛なんて早い者勝ちじゃん。それを何かさもルールがありましたみたいにぐちぐち言われるのも腹立つんだけど。キコちゃん、あんたたちだってスズムのことが好きだったらさっさと告白すればよかったじゃない。それをしないで勝手なルール作って
押し付けて。そんでフェアじゃないって、こっちからすると何を勝手に熱吹いてんのって感じ。キコちゃん、キコチーの言う通りだね。いいですよ、そういう態度ならこっちも考えを改めますから。何よ。スズムンはキコチーに告白されたからそれを OK しただけの話で、だからって別にさらに誰かがスズムンに告白しちゃいけないルールはないわけだよね。早い者勝ちのノールールですものね。春宮先輩の話だとそうなります。やめてよみんな。この話はもうやめよう。せっかくの楽しかった時間を失ってまでする話じゃないよ。そうだね、スズムンの前でする話じゃないですね。私たちだけの話なんですから、せいぜい今は優位に立ったとおごっててくださいね、春宮先輩。いいよ、買ってやろうじゃん、その喧嘩。人の恋路にチャラチャラ口を出し腐りやがって。上等だよ、こら。やめなよ、キコちゃん。僕は罵り合うみんななんて見たくないよ。僕が理由でさっきまでの楽しかった時間が壊れてしまうなら僕は帰るよ。シャチホコ部もやめる。みんなももうやめて。それ以上やったら僕はみんなを幻滅してしまう。おかしいぜお前ら、何なんだよ急に。まるで何かに取り憑かれたみたいによ、急に何だってんだよ。大丈夫？
夜、みんな、汚れが、苦しい。この男と、共になってはならない。鈴原に、近づきすぎれば、不幸が、訪れる。まで送ってくるわ。トイちゃん、大丈夫？私がわかる？女って怖えな。それでもさっきのはちょっとおかしいよ。月の光って人の心を惑わすって言うしな。今夜は月がでけえ、惑わされたんだろうよ。きっと女子どもも今頃みんなで自己嫌悪大会だろうぜ。だがよ、それも含めてグレートな青春の1ページなのさ。ありがとう、夏くん。ちょっぴりだけ心が楽になったよ。寝ちまおうぜ、何も考えずに。明日も早いしな。寝つける自信がないよ。睡魔が来るまでオールナイトデュエルでも俺は全然グレートだぜ。じゃあちょっとだけやろっか。おう。リリアちゃん、みんなありがとう。リリーはこんなに大勢に愛されて幸せ者なの。
おててはみんなクリンクリン。リリアちゃんなのか。ううん、違うよ。マジカルリリー、スズムお兄ちゃんはこんなに華奢で可愛らしい女の子を自分だけのものにしてギュッて抱きしめてみたくない？何を言ってるのか分かんないよ。まだ胸もないの？汚れた大人の女になる前、無垢だからお兄ちゃんだけのものにしていいんだよ。
ふざけた小娘だね。やってくれるよ。みのべ先輩。ううん、ここではエリスって呼んで。僕はいつからここに。賑やかだな。今のは？スズムンには関係ない。関係ないの。無関係。スズムーン、つまんないよね、私たちの日常って。学校も家族も、日常は何もかも本当につまんないよね。でもここは違うんだよ。ここには夢もあるし、冒険もある。ここでは私はお姫様だし、スズムンは王子様なんだよ。そして毎日が何かの記念日で、毎日新しい出会いがあり、毎日新しい冒険がある。こんな楽しい世界をオイラとスズムンで二人占めできるんだよ。スズム？あの戸棚の中の缶には何が入ってるのかな。何も。中身見せてもらうね。スズム！いいじゃん、そんなのの中身なんてどうだって。それよりさ、もう一度外を見てみようよ。スズムン、男の子だからこういうの好きだと思うな。Oh!
険が始まるよ。ムーンスーツの王子様、人々が怪物に苦しめられているよ。世界は勇者を求めてる。さあ王子、私と冒険の旅に出かけよう。巨大怪物たちを操るセチュの王を探し出そう。そして闇に封印する聖なる剣を探しに行こう。退屈な現実世界なんてもう忘れて、私と二人で冒険に出かけようよ。ノベケン王国第一王女エリスがお相手してやる。さあ冒険の始まりだ。これは…誰か中にいるのかい？スズムなの、助けて！キコちゃん、この中にいるのかい？出して、ここから出して！
今、助けるから。誰にも救えない。降り積もりし年月の重み、貴様ごときに払える道理はなし。黒髪さん、この中に人が閉じ込められているんだ。救いたいか。助けなきゃ。ならば無駄を知るまで存分に試せ。無駄なあがきと理解しろ。この呪いと業はお前ごときに何とかできるものではない。そうかな。僕はそうは思わないな。だって君は僕を見ている。どうにもならないものならば僕をそうして見ていたりなんかしない。黒髪さんはひょっとしたら僕にはどうにかできるかもしれないってわずかの期待を持っているんだ。無力さを呪いながら、され、お前ごときに変えられる運命などない。このままでは、ヒコちゃんは死ぬのか。死によっても解放されぬ、とわの呪いに身を染める。なら、差し違えたって、なんとかしなきゃ。
何の真似だ。その小さな拳で鐘が割れるとでも。僕にできる最大限がこれなんだ。何の意味があってずっと修行を重ねてきたのか、僕は今日までわからなかったけれど、誰かを救うためにこの拳を捧げられるなら本望だ。覇者検証、邪悪を打ち破りて正しきを示す、すす原流神前武術、すす原進む、いざ。お前、それは。キコちゃん、キコちゃん。もう大丈夫だよ。うん、これで鈴は私だけのものだ。鈴、愛してる。だから鈴の鈴を全部私に注ぎ込んで。仕方ないわね。大方明け方まで起きておしゃべりしてたんでしょ。もう寝不足、美容の大敵、相対的に先生の魅力がアップってなっちゃうわよ。
キコちゃんは夢を見なかった？わかんない。もしもし。あ、母さん。父さんはいるかな？神前武術は神に奉納する神聖なものだ。お前の見たものが夢ではなく邪悪な何かによるものなのだとしたら打ち払える道理はあるまいな。神前武術の稽古を重ねることは日々精進し日々神に奉納していることに等しい。それを繰り返すお前の体には自然と覇者の力が宿っているかもしれない。僕はどうすればキコちゃんを救えるのかな？心の平静を保ち稽古を重ねるのだ。さすれば身は清められ、彼女を蝕む邪悪も退散せずにはいられぬであろう。キコちゃん、具合はどう？キコちゃん、
キコちゃん。そうだったんだ。今思えばあの日もスズムに助けられた気がする。スズムが白い綺麗な光の中からやってきて私を助けてくれた気がするの。そういえばスズムが来てからかな、気持ち悪い夢とかをほとんど見なくなったのは。今こうして手を当ててもらってて私確信するんだ。スズムにはきっと不思議な力があるんだね。キコちゃんを悩ませる気持ち悪い夢の正体はわからないけれど、僕が修行している神前武術は神様に捧げる神聖な力が宿るものなんだって。その修行のおかげで僕には幾ばくかの覇者の力が宿っているのかもしれないって父さんが。やっぱりスズムはすごいね。そうなら僕も嬉しいな。鈴原に近づきすぎれば訪れる。Thank you.
よ、体は大丈夫なのかよ。僕はね。でもキコちゃんはまだ。食中毒ってわけでもねえだろうにな。一体何だってんだ。社長コブの他の人は大丈夫なのかな。メールしてみっか。美濃部さんと布川さんもお休みだそうです。アツタ君と鈴原君の体調はどうですか。俺はへっちゃらだぜ。僕ももう今は大丈夫って送ってくれる。うん。夏くんはメール打つのいつ見ても早いな。数々のデュエルで鍛えた指さばきの賜物よ。僕はあの日の昼にはもう大丈夫でした。でもキコちゃんは。悪い夢にうなされているような感じ。はい、僕もあの夜何かとても気持ちの悪い夢にうなされた気がします。キコちゃんも悪夢にうなされていたと言ってた。きっと美濃部先輩もリリアちゃんも。症状はみんな同じよ。悪い夢にうなされて苦しんでいる。これは病気か何かですか。こんなことを言うとおかしいと思われるかもしれないんですけど。何？僕にはひょっとしたら悪夢を和らげる力があるのかも。どうしてそう思ったの？僕が修行している神前武術は覇者の力を宿すと父が。神前武術って？あの時のキコちゃんにお世辞を言える余裕なんてなかったと思います。彼女は心から僕の力で悪夢が晴らされたと信じてた。彼女のお世辞でもなく僕のうぬぼれでもないならば僕には何かそういう力が宿っているように思います。どうして鈴原君をシャチホコブに招いたか知ってる？え、いえ。私もなの。私もハルミアさんたちと同じく悪い白昼夢を見やすい体質なの。成人してからだいぶマシになったけれどね。それでもたまに見るの。あの日もね、久しぶりに随分と気持ちの悪い白昼夢にやられていた。その時よ、白い暖かな光に満たされて悪夢から目覚めさせられたの。まさか。その時保健室に入ってきたのがあなたとアツタ君よ。あんな経験は初めてだった。人にで悪夢を晴らす力があるなんてね。だから私はその力を確かめたくてあなたたち二人をシャチホコブに誘ったのよ。最初はアツタ君にその力があるかと思ったの。彼の暑苦しいまでのにぎやかさ、そういうものには悪いものを払う力が少しはあるから。
でもそれだけのことで悪夢を払えるわけがない。すすはらくんの神前武術の話を聞いて確信したわ。あなたには悪夢を払う力があるのよ。僕はどうすればいいんでしょう。私とあなたの仮説を確かめるには試す他はないわね。試すって？行くわよ、みんなの家に。あなたがお見舞いすることでみんなの症状を軽くできるかもしれない。もしできたなら。できたなら？すごい朗報、シャチホコブ、ソーハッピー。先生。何？シャチホコブって何なんですか？社会奉仕の部活という建前ですが、さっきの先生の感じだと何か違う気がします。先生もキコちゃんも悪夢を見やすい体質だと言っていました。ひょっとしたら美濃部先輩もリリアちゃんもそうなんじゃないですか？今は話せないんですか？私の頭がおかしいんじゃないかって思われたら嫌だもの。あ、先生、あれは本当に悪夢なんですか？悪夢としか知覚できないと言うべきでしょうね。つまり悪夢ではない何か？私は少なくともそう思っているわ。でも悪夢と思っていた方が多少は気が楽よ。教えてください、一体何なんですか？神前武術という神聖な儀式で和らげることができると理解しているすすはらくんならもう想像がついてるんじゃない？今ここでしている話は先生とすすはらくんだけの秘密よ。こんな話を大真面目にしてるなんて教頭先生に知られたら大変なんだから。お昼には起きてくれたんだけど今はどうかしら。すすはらくんはどうやってハルミヤさんを？キコちゃんの時はこうやって手を。何？ちょっとおとなしくしててね。
どう？何？不思議。スズムの手が触れると気持ち悪いのがさーっと逃げていく感じ。よかった。やっぱり聞いたんだ。すごいわ。やっぱりススハラ君には不思議な力が宿ってるんだわ。どういう詳しくはわからないけれど、彼には悪夢を払う力があるのよ。そうか、やっぱりスズマンは王子様なんだな。感じますか？白い光のようなもの。感じる。それに身を委ねて体を楽にしていてください。僕が触れている間は具合がいいようですが、離れるとそれも薄れるみたいです。そう。でも、ハルミヤさんの今日の具合は昨日よりはずっといいんでしょ？はい。あれでも昨日よりはまだ。素晴らしいわ。これは本当に素晴らしいことよ、スズハラ君。辛い夢を見続けていたんだね。はい。私って昔から夢見が悪いたちみたいで、ここ最近は治ったかななんて思ってたんですけど、これは今までで一番ひどいみたいで。もう大丈夫だよ。僕にはそれを和らげる力があるから。普段の稽古の賜物としか言えないよ。シャチホコ部を解散して、これからはススハラ君の指導で神前武術部を始めようかしらね。ありがとう先輩、来てくれて本当に嬉しいです。これからも私が悪い夢にうなされたら助けに来てくれますか？
最後は黒髪さんですね。そう、彼女が一番ひどいの。彼女にもあなたの力が通じるなら、これはすごいことだわ。そういえば、鈴原くんって珍しい名字よね。え、そうですね。あまり他では聞いたことがないです。裾を払うと書いて裾払う。春宮さんとは確か遠い親戚の関係って言ってたわよね。ひょっとして裾だか、その周辺にご先祖様が住んでいたということは。どうでしょう、親に聞いてみないとわからないです。この町の名の裾だ。大昔は裾の田んぼと書いてすすだと呼んだらしいの。そしてあなたの名字がすすを払うと書いてすす払う。何の話かわかりません。私もよ。あなたは一体何者なのかしらね。先生、興味が湧いてきたわ。こんにちは、すすだ高校の雛形と申します。トエさんに面会したいのですが。人形供養殿。祝い元神社は人形供養の神社としても有名なのよ。黒髪さんはいつも日本人形を抱いていますよね。そうね、手放すことができないの。どういうことですか。いたわ、トエちゃん。何をしに来た。聞いて、彼にはすごい力があることが分かったの。それ以上近づくな。す
鈴原の汚れが苦しい。お、鈴原くんは汚れてなんかないわよ。むしろ清らかなくらい。彼は神前武術の稽古をしてるんですって。それがきっと彼に悪いものを払う力を与えてるのよ。神前？論より証拠よ。きっと効果があるわ。今よりずっと楽になるはず。だから騙されたと思って彼の手に触れてみて。できない。黒髪さん、僕にはその辛さを和らげる力があるかもしれないんだ。ヨルナ、去れ。お前の姿が見えなくなるところへ。去れ。辛いのはわかるけど落ち着いて。彼には本当に不思議な力が。何度も言わせるな。鈴原の汚れが、鈴が強すぎる。早く消えろ。何を？鈴原の真っ黒な刺私の中に全部注ぎ込んで。僕には助けられるかもしれない。
黒髪さん、君を救いたい。僕はどうすればいいんだ。ホスト、お前はホスト。何が遅いんだい。千年遅い。寄ろうとしたからです。僕のせいです。あの時あなたが駆け寄って彼女に触れてくれたらきっと救われるんじゃないかって期待したわ。でも結果は私が想像していたようなものではなかった。私の浅はかさがフエちゃんもあなたも傷つけてしまった。今日のことは忘れてね。本当にいるんでしょうか。もう気にしちゃダメよ。でもキコちゃんたちを救うことはできたんです。なのにどうして黒髪さんだけ救うことができないんだ。トエちゃんは本家だからね。他の子たちとはスス の子さんの事情も違うんでしょうね。スス、彼女も言ってました。僕の真っ黒なすすって何ですか。すすって言葉通りの意味ではないですよね。すすだはかつてすすの田んぼと書いた。何なんですかすすって。今日一日協力したんです。もう教えてくれてもいいですよね。
こと共になってはならない。鈴原に近づきすぎれば不幸が訪れる。遅かったね。うん、雛形先生と一緒に他の子たちのところへお見舞いに。ちょっと嫉妬しちゃうかな。私だけへのお見舞いだったらよかったのに。でもみんな少しは辛いのが和らいだように見えたよ。スズムには悪いのを追い払っちゃう素敵な力があるからね。家に電話してたんだよ。いろいろ聞きたいことがあって。そうなんだ。本当に？え？嘘なんかつかないよ。だよね。ごめんねごめんね。てっきり他の女の子とずっと電話してるのかと思って。女の嫉妬って見苦しい見苦しいよね。反省。なんで嫉妬なんかするの？だって私とスズムって付き合ってるわけでしょ。深夜のプライベートな時間に電話とかできるってのは彼女の特権だと思うし。そうだね。他の女の子と長話をしてたらなんだか面白くないよね。でもね、その一方でプライベートな時間を自分だけが侵食してもいいっていうのもおごりだと思うわけ。スズムが誰と電話したってどう過ごしたって自由な時間のはずなのに、それを自分だけが独占したいってひどいなって思って。恋人同士ってそういうのもあるよね。でも僕はなんだかそういうのはおかしいなって思うんだ。だってお互いより楽しい人生を作るために一緒になったんでしょ。だよね。なのに一緒になった後の方が気苦労が多いんじゃおかしいよね。つまるところ私がスズムを信頼していない証拠なわけだし、もっと大人になって素敵な彼女になる。
の？リディアちゃんから電話みたい。なんだろうね。後でメールで聞いてみるよ。しなくていいよ。え？どうせ大した用事じゃないよ。こんな遅い時間にかけてくるなんて失礼しちゃうよね。大方スズムがお見舞いに来てくれたんで浮かれてるんだよ。自分だけのとこに来てくれたとでも思ってんのかな。おめでたい女だね。あの子芸能人ってだけあって私たちと生きてる世界が違うから、あの子が何を言ってもあまり真に受けない方がいいと思うよ。そもそもアイドルなんて気のありそうなふりをして自分に恋愛を錯覚させるプロってことでしょ。スズムのこと珍しいタイプだからからかってみたいだけって陰で言ってたの。聞いたもん。男に貢がせることを小学校の時から仕事にしてきたような子だよ。生きてる世界が違いすぎるよ。でもスズムは男の子だからついつい騙されちゃうようなことがあるかもしれない。だから私のいないところであの子と話をしたりメールをしたりしちゃダメ。約束して。僕を信じてほしいな。僕は今キコちゃんとお付き合いをしてるんだよ。誤解を招くようなことをしてキコちゃんを悲しませるようなことは絶対にしないよ。ごめんねスズム。これってスズムが悪いわけじゃないし、だからスズムがそんなに申し訳なさそうにするのはおかしいよ。だってあの子がスズムに興味を持つのはそれだけスズムが魅力的な証拠だもん。そのスズムを虫から守るのは彼女の務めだと思う。だからスズムは全然気にしなくていい。私が頑張るから。頑張るってこっちの話スズムは忘れてできるね。おやすみ、スズム。おやすみ。人間切ってんじゃねえよ、メスガキが。
何のこと？Thank you.
ああ、小賢しよ、人鬼め。復讐は夢見てすでに育成層。あの子が欲しい、あの子じゃわからん。相談しましょう、そうしましょう。お山の鹿さん、ちょっと来ておくれ。鬼がいるから行かれない。お釜をかぶって、ちょっと来ておくれ。角があるからかぶれない。お布団かぶって、ちょっと来ておくれ。すすって真っ黒かぶれない。あの子が欲しい、あの子じゃわからん。相談しましょう、そうしましょう。つつむが欲しい。
呪われていたんだ。いいんだよ、スズメ。スズメのせいじゃない。だってこれはずっとずっと気が遠くなるほど昔に決められた運命だもの。だからスズメのせいじゃないんだよ。迎えに来てくれたんだね。